よう、景気はどうだい。ああ、そのな、あ、その、なんというか、あ、いや、いいんだ。呼び止めて悪かったな。ダメだ、ちょっと待ってくれ。まあ、今日はあいつ連れてないんだ。ほら、あの、のん、いや、別に連れてこいって言ってるわけじゃねえぞ。どんな関係なんだ。なんだって、あの子が AI？ この間街で見かけたけど、何もないとこで転んでたぜ。愉快な性格をしているし、あれが AI なんてな。一生に一度の男の頼みと思って聞いてくる。お前さんのアファシスを譲って、金やアイテムなら持っているだけ全部払う。他に条件があるなら言ってくれ。最初はおじさんその2とか言われたけど、全然印象はなかった。抜けているけど大事なところは抑えている。面白いやつだなってさ。それから見かけるたびにドジやったりアホなこと言ってるからよ。なんというか不思議と俺様は相当強い方だが、仲間の基準は強さじゃねえ。大事なのはハート。ああいう面白いやつを俺様の相棒にしたい。ドジでもいい、いやドジなのがいい。俺様が最高のパートナーに育ててみせる。とま、俺様の腹の内はこれで全部だ。頼む、どうか。まあそうだよ。けどよ、俺様だって、そしてアファシスはアイテム扱い。戦いで奪うこともフィールドに出た時は用心しておけ。全力で奪いに行くぜ。話は聞いているわ。あんたレイちゃん、アファシスが欲しいならエネミー狩るなりレンタルなり何でもしなさいよ。俺様が欲しいのはそこのアファシスちゃんただ一人。お断りします。そういう率直なところ。ほらレイちゃん嫌がってるじゃない。無理やりの勧誘はマナー違反よ。これは勧誘じゃねえ。所有権を得ても俺様はアファシスちゃんの自由を保証する。マスターの登録なんてクソくらいだ。俺様は相棒としてアファシスちゃんが。そういういいことを言われると。俺様と勝負しろ。今すぐここでだ。俺様が勝てばアファシスちゃんをよこせ。その代わりお前さんが勝てばいいとびっきりのやつだ。それは欲しいけど。勝負。お前さんたちもパーティーを組んでいるようだし、俺様の仲間たちと対人戦。どうする、断って逃げちゃうのも手だけど。仕方ないわね。でも相手はベテランプレイヤーよ。油断しないで。敵だな。目的地に到着しました。グレネードだ。ボロだね。いい感じだよ。アフラだ。いいぞ。ナイス。すごいのです。俺たちの勝ちだ。私もやりますね。素晴らしいです。やりました。マスターの勝ち。
男に二言は。ほらよ、約束の。ねえ、ちょっと待って。ついニューディーだと思って手加減しちまったからな。これが俺様の真の実力だと思うなよ。うちの親分はしつこいぞ。勝つまで絶対諦めないからな。せいぜい覚悟しておくことだ。あばよ。とんでもないのに目をつけられちゃったわね。人気者はつらいのです。ついてな。サポートするくれ。なんでしょう。やっ、よーよー、待ちくたびれちまったぜ。そんなに久しぶりじゃないですよ。外に出ると親分、追っかけしているのバレバレみたいっすね。俺たち尾行や潜伏系のスキル持ってないしな。またあんたたち？そういうのってね、ストーカー。まあまあ、ジョーはいい人です。この前はお菓子をくれました。細かいことは気にしないでください。何をもらってもジョーの仲間にはなりません。つまりマスターであるお前さんを倒さないとアファシスちゃんは俺様の仲間になれないという。どうしてそういう理屈になるのよ。正々堂々と勝負しろ。勝負はこの前もやったでしょ。戦うなら受けて立つけど、レイちゃんをかける意味はないわ。情報でどうだ。アファシスちゃんのパーツを集めているんだろ。俺様はアファシスちゃんのパーツの情報を持っている。こいつは情報屋で買ったら。なんでそんなことまで知ってるの？アファシスちゃんのことなら何でも知りたいからな。集めた情報の中にあったのさ。まあ勝負を受けようが断ろうが、俺様の照準はお前さんの眉間に合わせてやるぜ。パーツの情報は欲しいわね。どうする？そうなるわよね。おい、ヒロ。ナイスプレー。グレード。あ、グレネード行くぞ。はい、はい。次だ。終わった。頑張ってるね。アスナ。さあ、私たちの勝ちよ。パーツの情報をよこしなさい。まさかこの俺様が負けるなんて。一度した約束は必ず守。パーツが手に入ればさらにパワーアップできるのです。大事な情報をありがとうございます。いいってことよ。さて、敗者は潔く消えるとするか。またな。
もういい加減諦めればいいのに。レイちゃんもお菓子なんかもらっちゃダメよ。わかりました。今度はアイテムや情報をもらうようにします。大型アップデートの続きってまだなのかな。 SBC フリューゲルはまだ解放されてないんでしょ。きっと何かしら仕掛けがあると思う。クエストクリアが条件になっているとかね。早く始まらないかな。ワクワクするよね。失礼しますわ。ゼリスカさん、あのお久しぶりです。あら、クレホちゃん、ここってあなたのホームだったの。あなた、またレイちゃんから目を離したでしょう。先ほどショップの窓に張り付いて店員 NPC に不審な目で見られているところを保護しました。ただいまです。ちょっとだけお散歩に行くだけのつもりだったのです。私がマスターになり、いいえ、保護者責任というものがあるの。今度見つけたらうちの子にしちゃいますからね。セリスカはとても優しいけど、私のマスターはこのマスターなのです。だったらレイちゃんも気をつけてね。マスターのそばを離れたらサポートができません。なぜレイちゃんはお外で迷子になって。別に迷子にはなってないのです。ちょっと帰り道がわからなくなっただけ。それって迷子だよね。でもどうして窓に張り付いていたの。欲しいものがあったのです。お金が足りなかったの。もしかしてお小遣いをもらってないの。マスターはまだヘナチョコだから、マスターの装備を優先したいのです。アファシスにはお小遣いシステムというものがあるの。自由になるお金を与えることで、その子の個性に応じてアイテムを購入。時には手に入りにくい武器や強化に役立つアイテムを入手してくれるわ。もちろん変わったものを買ったり、普通にお小遣いとして使う場合もありますけど、どちらにしろ GGO で共に生きるパートナーですもの。少しはそういうところにも気をつけてあげてね。分かっていただければいいんですの。では突然失礼しましたわ。マスター、今まで言わなくてごめんなさいです。お小遣いシステムを使えるようにしたので試してみてください。マスターのために掘り出し物を探してきますね。ねえねえ、あんたいつの間にゼリスカさんと知り。やっぱりゼリスカさんって無冠の。私も名前を聞いたことがある。でも攻略もしないみたいだし、ランキングでも見かけないよね。そうそう、すっごく強いソロプレイヤーなんだけど、BOB やイベントには一切出ない。何度かソロ同士のよしみで助けてもらったりお話ししたことがあるんだ。強いし美人だし優しいし、あんな風になりたいな。へえ、そんなに強いならこの前会った時に決闘を申し込めばよかった。ねえクレハ、今度見かけたら頼んどいてよ。うん、どうだろう、なぜかは知らないけど目立つことが嫌いみたいなんだよね。キリト君、今ああ、なんとかなったな。うん、お疲れ様。アスナの合図でキリトがズガーッと攻撃していてすごく3 GGO 版スイッチって
とこだね。その息の合ったプレー、やっぱり二人が恋人だからできるのですか？え？直球だね。私たちは長い間一緒に戦い続けてきて、だから戦闘中もお互いに考えていることがよくわかるし、信頼でき、まあそうだな。二人で共に戦うことで絆ですか。絆と仲良くすることは、仲良くするのもすっごく大事だけど、絆ってそれだけじゃない。私もマスターとの絆が欲しいです。マスター、お願いしてもらうも。あ、だったら格好の舞台があるぜ。これは次に開催されるイベントの告知。うん、いわゆるタッグトーナメント戦の大会だね。私たちも出場しようと思ってるんだけど。やります。マスターとの絆を手に入れるために私も参加します。これってライバルを勧誘しちゃったのか。そうだね。キリト君、二人にイベントを紹介したこと後悔するかもね。そんなことは。でもキリトやアズナに挑戦するつもりで頑張るのです。ああ、お互い勝ち上がれるといいな。マスター、前方に敵を。あの人、こちらに気づかずに歩いているのです。逃げ場も少ないですし、二人で攻撃すれば楽に倒せそうです。え、どうして。で、所詮は颯爽と勝利できるのに、マスター、どうしてなのですか。これは別方向からの射撃。もしかしてあの敵プレイヤーとコンビを組んでる人ですか。なんとごめんなさい。さっき隠れていた敵に見つかったのは私が騒いだせいなのです。はい、わざと分かりやすい場所に最初の一人を配置することで、こちらをおびき、そしてこちらがのこのこ現れたところを隠れていたもう一人が攻撃をするつもりだった。おお、二人とも。モニターで見てたよ。初戦突破おめでとう。キリト、どうしたんだ。せっかく勝てたのに、なんか元気ないな。何かあったの。実は。なるほど、確かに最初キリトたちにもそう見えています。キリト君、さらに落ち込む。すまん。レイちゃんは足を引っ張っちゃったことを。それもそうですが、私はこの手も絆どころか敵の連携にもあっさり引っかかりそうになってしまいます。戦いの中で育む絆というものは、長い間の経験の素敵の、あんな簡単な作戦もわからないなんて。このままでは絆どころかマスターに迷惑をかけてしまうだけかもと思うと。確かに友情や絆を深めていくのには時間がかかるものだな。そもそも気の合わない奴らとはどれだけ一緒にいたって仲良くなんてなれるわと。でも絆ってのは時間や経験だけが決めるもの。それはどういうことなのですか。まあ、俺が口で言っても仕方ないと思う。戦いの中であんまり難しく考えないようにした方がいいかもね。戦いに集中できなければ元も子もないよ。あ、はい。マスター、あいつらの2回戦は終わったみたいだな。なんとか勝てたみたいでよかったぜ。うん、でもレイちゃんの動きあんまりよく。そうだな、アバシスはマスターをサポートしようとしているけど、
もっと対等なパートナーとしてアファシスと共に戦って。そうだね。でもレイちゃんも自分の役割を果たそうと必死なんだと思う。そう簡単にそれを。だよな。アファシスも間違ってるわけじゃ。だからこそこのタッグバトルが何かのきっかけになればいいと思ってたんだ。そうね。あ、キリト君、ほらあそこ。あっちも私たちも勝ち上がっている以上、どこかで当たるのは当たり前だけど、ここでぶつかるなんてね。なあアスナ、ちょっと考えがあるんだ。あいつらを誘った手前。そうだね。マスター、ついにキリトたちとの対戦が始まったのです。ここにいたな。キリト、この戦い負けるわけにはいかないよ。本気で行こう。もちろんなのです。じゃあ遠慮なく行かせてもらうぜ。さすが1回戦2回戦の対戦相手とは。マスター、大丈夫ですか。それはでもアファシスにとってマスターは大切な。マスターを守ることは私にとって一番大切な務めなのです。二人ともここに隠れてたんだ。覚悟はいいかな。マスター、危ないのです。マスター分かったのです。では背中はお任せするのです。マスなかなかやるね。ここで一気に畳みかけるのです。そのとても心苦マスターには数秒時間稼ぎをしてほしいのです。その間に私が。はい。レイちゃんたちのコンビネーションすごかったね。キリト、ああ息もぴったりだったぜ。俺から見ても二人の間にはパートナーとして。もしかして。ん？いえ。さあさあ、それよりも次は決勝戦だよ。二人とも頑張ってね。はい、なのです。お買い物をしてきました。それでは始め。運用はどうしますか。もらってもいいんですか。見てください。爆をかけるよ。くらえ。アスナ、任せろ。これならサポートするね。アスナ、パワーアップしました。よし。敵だな、スナイパー。ダウン、集中攻撃。スナイパーだ。どうします。スナイパーだ。よし、すごいな。狙いましょう。やるな。集中攻撃だ。スナイパー。力が出るんだ。
敵だな、近寄らせるな。手を貸してほしい。さすがだね。スナイプ、手を貸してほしい。よし。よし。トレジャーボックスがあるぜ。敵だな、スナイパー、手を貸してほしい。ナイト、隠れて。次だ。フェイトの分散を頼む。よし。次だ。フェイトの分散を頼む。バスバス、助かった。素晴らしいです。ありがとう。すごいな。
すごいな。狙いましょう。すごいな。いい手応え。やりました。やるな。すごいのです。ヘイトが集まってる。スナイパーだ。各種警戒。大丈夫ですか。すごいな。これなら。大丈夫ですか。すごいな。終わったな。無駄のないこと。最高です。もっとやれるわ。クリティカルだ。敵だな。爆をかけるよ。くらえ。アスナ、パワーアップ。使うぞ。レイちゃんをよこせと言われた時はどうしようかと思ったけど、こうして無事パーツが手に入ったから結果オーライね。バザルト・ジョーカー、私も協力するから、レイちゃんを絶対に取られないようにね。私たちも気をつけましょう。ほんと、相手の気持ちを考えない男って最低ね。うんうん、男の風上にも置けねえやつだな。ツッコミはしないから。まあまあ、それで今回はどんなパーツなのかな。レイちゃん、早く試してみてよ。可愛さが上がりました。まったく、親バカというかマスターバカなんだから。で、どんな機能が追加されたの。アバターコーディネートができるようになりました。これでいろんなおしゃれができます。よかったね、レイちゃん。レイちゃんに似合いそうな衣装を作っていいですね。私もお手伝いします。記憶の方はどうなのかしら。何か新しいことを思い出した。SBC フリューゲル、まだパーツが必要みたいね。この内容だけだとまだよくわからないわ。まずはアファシスのパーツの情報から探さないとな。